明日2月15日の国際小児がんデーに合わせ、患者の子どもたちの作品を紹介する催しが福岡県庁で開かれています。闘病中の男の子が初めて学校に行き、友達とダンスをした時の様子。この作品展は小児がんについて知ってもらい支援につなげたいと、患者の子どもたちが制作した絵画や切り絵、書道18点が展示されています。小児がんは14歳以下の子どもに発症する白血病や脳腫瘍、悪性リンパ腫などのことで、福岡県ではおよそ100人が闘病しています。乳がんはピンクリボン、エイズはレッドリボンなどある中、小児がんはこのゴールドリボンがシンボルです。多くの人に知ってもらおうと、こうしたツリーも準備されています。医療の向上で小児がんの治る割合は高くなったものの、今も年間500人ほどの命が奪われ、14歳以下の死亡原因の上位を占めています。この作品展は今月22日まで福岡県庁1階ロビーで開かれています。